特定非営利活動法人、カシオペア市民情報ネットワークは、岩手県二の市、士、九古郡カルマイイ町、九古村及び二古郡一古町の各一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。カシオペア FM の愛称でコミュニティ放送をしている。カシオペアメッセ、ナニャーと1階にあるスタジオ外景2005年開局。 岩手県内では、1998年開局のラジオ森岡に次ぎ2曲目のコミュニティ放送局である。愛称は、当地域の自治体連合であるカシオペア連邦にちなみ、放送対象もカシオペア連邦の一部である。フィラーや試験電波発射を除く1日の放送時間は約18時間程度である。ニコ周辺では、 中波圏域放送の IBC ラジオ中継局が長らく設置されず同局の電波が届きにくく夜間には隣接周波数 693kHz の NHK 東京を第二放送と渾身することから難聴取対策として2006年1月23日より IBC ラジオの番組を再送信しているステレオ放送としているが IBC ラジオは AM ステレオ放送非実施のため 実質的にはモノラル。ただし FM なのでより安定的に受信できる。2012年より自主制作の番組について独自のインターネット放送を開始。音楽も含め放送する。2013年からはミュージックバードの一部番組がネットされるようになる。2016年12月23日、IBC ラジオが折詰め額に FM 補完中継局を開設したことなどから、カシオペア FM は2017年4月に大規模な改編を実施。IBC 発の番組のネットを大幅に縮小した、ほか、従来のミュージックバードから J-Wave のネットが中心となり、再度のネットチェンジとなった。 2000年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2008年、2009年,年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2016年現在、時報は2種類ある。一つは IBC ラジオネット受け中の同局の、シーオトタウの時報である。正直に、自主制作番組から、 IBC からのネット受けに切り替える場合、時報からネット受けに入るので、時報は IBC の C 音となる。もう一つは、時局喪失時報であり、こちらは通常 A 音単音の時報が用いられている。なお、2009年10月から2012年春頃までは午前8時の時報に限り日曜を除く午前8時直前に、総裁法ル用者にのえ、 セレモニーホールマテラ指導のラジオ時報 CM が流されており、2の絵、セレモニーホールマテラ指導が午前8時をお知らせします時報の際に、盆栓の鳴る音が通常の時報音に変わって流されていた。月曜から金曜の放送、生放送に内観する番組は除外、自主制作番組は一部を除き再放送もあり、その他はミュージックバードや2017年4月からは、 J-Wave の番組が中心。IBC ラジオの番組ネット開始に伴い、2006年4月番組、開始編時以降は、IBC 自社制作ワイド番組内に、JRN と NRN のテープネット番組を極力内眼させず、テープネット受け番組については特定の時間帯に集約させている。ただし、 一時期 IBC がネットを消していた番組の中で JRNNRN によらないネット番組についてはその一部がカシオペア FM でもネットされていたことがあった。なお、IBC ラジオの FM 保管中継局解説もあり、ネット時間は減少しており JWAVE の放送時間などが増加傾向にある。2019年4月現在では平日朝のみである。 IBC ラジオ以外の制作によるもの。時間はすべてカシオペア FM での放送時間。は、IBC ラジオ以外の制作によるもの。は、IBC ラジオで現在放送中のもの。法人概要、カシオペア FM 株式会社 IBC、岩手放送、及び株式会社 FM 岩手の FM 中継局に。 予備免許東北総合通信局報道使用平成28年10月6日。取得日は無線局等情報検索結果平成26年4月12日現在による。ありがとうございます。